皆さんこんにちは。ダンスと笑顔で地球を明るく照らすマリコチャンネルです。みんなお正月楽しんでるかな。今日から仕事始めの人も多いよね。乾杯。まだ学生のお友達は冬遊びの友もやってる。アンチちゃんもやってる。さっきね、年賀状を書こうっていうのでね、イシシとノシシを書いてた。ということで、昨日 LOL 開かなかったよね。見つけたよ、秘密の暗号。あ、そうそう、今日のアシスタントはね、リカちゃん、和風リカちゃんです。明けましておめでとうございます。今年もマリコさんともどもよろしくお願いします。リカちゃんもかわいいね。だからトミー同じ LL と宝だ。私ね、宝の工場にね、結構前に行ったよ、福島まで。リカちゃん工場楽しいよ、みんなも行ってね。てなわけで今日もね、お茶を飲みながらエロエロ開封というわけで、いうこといいかなと思った。どうかな、今日はね、新春にちなんで日の丸のようなね、星の王子様カップ赤バージョン。もっと優しく喋ればいいよね。いつもなんでこう力入るかね。と思うけど、これさ、時計の音聞こえる？結構ね、その時計がね、星の王子様なんて。いつか見せるね、壁掛け時計。すぐスワイプされるから開けてみよう。じゃじゃん、昨日もここまでやってみた。この光がね、こうか、こんな感じ。リリリリリリリ、それでね、マリコ。なんかコナンの可愛い画面の人もいたね。メイ探偵マリコ。こうやってやってた、マリコ乗ってるじゃんってマサヨちゃんに気に言われる。ということで、秘密の暗号、こんな感じなんだよね。光は
どうやって当たればいいんだろうな。ライティングがまだね、慣れてないね。はい、ではね、こうね、まずね、王冠とダイヤ、王冠とダイヤ、お、昨日開かなかったけど入った。何が入ってる、こんな感じ。何だろう、この音が好きかな、うるさいかな、ドキドキするね。おい、ジンベイさん今コメントくれた、ありがとう。かわいい、めっちゃかわいい。動画撮るときはクリームだよって言ってた。こんな感じで、かわいい靴です。光の当て方が難しい。こんな感じです。靴が出てきた。何置いたりすればいいか。そうだよね、ここに置こうか。ちょっとイノシシ、イシシとノシシバーク、全身しかできないのにバックできませんよ、舞子さん。今年は全身あるのみ。よし、ちょっと道がそれた。ちょっとここで待ってて。はい、なんだっけ、次、なんだっけ、次がこれ、どこでやったんだっけ、これな。次、なんだろう、次がこれね、秘密の暗号になってんだよ。これで興奮すると見えんの、面白いよね。次、クローバーと猫、これはですね、ピースマークとハート、あ、ピースマークとハートある。ピースマークとハート、あれ開かないの、違うんだ。じゃあ、目がね、クローバーと猫やってみるか。クローバーと猫、お、開いた？あれ違うな、クローバーと猫、これ開いたのかな。え、暗号がね違うと開かないの。クローバーと猫でもない、猫だよね、うん、炎と雪の結晶、炎と、これささやけないな今日は。炎と雪の結晶ならないな、違うよ。じゃあ飴とレモン、キャンディーと、キャンディーと、回してる音するか。あ、でも、あれ？やばくない？キャンディーとレモンはない。え？マジ？雲と、曇りと太陽、曇り、マジ？曇りと太陽、いけ、あれわかんないよマジで。え、マジ、え、欲しいな。え、今ね全部やったんだけど、あれ、またあれあれ言っちゃうの、こっちか、これ開いたよね、ここだよね。え、もう一回行こう。曇りと太陽、開きません。雨と
コメとレモンみたいなやったよね、さっき。コメとレモン、わかんない。炎と雪の結晶、開いてください。雪の結晶、わかんない。またマリコさん大丈夫ですかっていう声が聞こえてきそう。ピースマークとハート、これじゃない？さっきやったような気がする。ピースマークのハート来い。おかしいな。クローバーと猫、ちょっとあんちちゃんが呼ばなきゃダメかな。あ、パカってなったんだけど開かないってない。クローバーと猫、なんか押せるんだけど、押せるんだけど開かない、なんかこのね大吉のはずなのに、そんなことある？宝に電話する？泣いちゃうの？え？おかしいな。クローバーと猫、最後王冠とダイヤ、王冠とダイヤか、ダイヤ。ほらさっきのやっぱりクローバーと猫だ。ささやけないクローバーと猫、あれさっき押してたの、え、ちょっと、もうなんかマリコさん大丈夫ですかって言われた、はあ、いっぱいあんの、あれおかしいな、やばい。私王冠とクローバーと猫、何さっきの、あれ、あ、クローバーと猫はダメだ。クローバーと猫はこっちだから、王冠とダイヤだ。王冠とダイヤ、あれ、アンジュー、アンジュ、なんか開かないんだけど、次のやつが、いや、違うのやるか、わかんない、アンジュを呼んだ。いや、次じゃあ、ちょっと待って、もう撮ってるから。アメと、炎と雪の結晶、炎と、気を取り直していこう、炎と雪の結晶、ノイノイ、ノイノイ、ピースマークとハート開いてほしいな。ピースマークとハート、開かないんだけどさ、そんなことある？ちょっと待って、あめとレモン、あめと、おかしいよね、マリコさん大丈夫ですかって言われそう。入った。よかった。女子が出てきたよ。暗いよね。女子が出てきたよ。よかったね。
なんかね、2つ目が開かない。後で聞いて。かわいい。やばい、キラキラしてる。出てきた。どんな顔、なんだと思う。かわいいね。いいね。撮ってるよ。撮ってるんだけど2番目が開かないって。ちょっと2番目だけちょっとやってもらう。顔出し NG だから。2番目が開かないんだけどさ、ちょっと私がお話をしてるから。貸してね。うん。2番目やってもらう。でも2つ目。ここが開かないんだ。ここやった。うん。いつも娘に頼る私です。あ、このね。なんていうの、人魚みたいな服もついてるよ。かわいいよね。で、裸ん坊はね、みんなね、ドールマニアは映さない。偉いね。だからまだ服はね、全私もかけられる。こうやった遠近法でサングラスサングラス。リコちゃんサングラスいいね。かわいい。これ今2つ目。じゃんピアス。ここに置こうと思ったんだ。そういえば小物ピアスと靴。取れた。アンジュちゃん洋服だと思うんだけど、どっちこれ。なんか取れないんだよ。え、来て来て。ちょっと待ってて。これなのね。2番目ってどっち。見て、これこっちが開かない方。開かって開かない方。こっちが開いたんでしょ。うん。え、服が開かないの。こっちが開いたの。うん。こっちが服が開かないの。服こっちじゃないの。じゃあそれは開いた。だからそんなの。ほっときっぱなしじゃ悪いから。服が見つからない。出てこ、なんでだろうね。でもカチって落としたんだよ。これがマリコチャンネル。ちょっと待って、後ろが。なんだろう。飴とレモン。飴とレモンな、あれ。雲と太陽。雲と太陽。来い。あ、来た。雲と太陽できたよ。じゃあアンジュちゃん違うところやってって。見ていってくんない。雲と太陽ができた。で、出た。うん。お、これなんだ。
お洋服、これで肌感じゃないぞ。かわいいね。キラキラさせたいんだけど、キラキラすぎて、これライトの勉強だね。照明、今年は照明の勉強だ。かわいいよ。よかった、お洋服着せられんじゃん。パンツ、まずパンツだね。こうやってこうやってさないで、ユーチューバー、パンツ履かせるの難しい、ね、きついな。キラキラパンツ、昨日のボスベイビーみたいなお尻だ。パンツ前と後ろ逆かな、もしかして。え、こうか、そうかな、おかしいよね。宝に連絡、これいいのかな、こんな感じ。お洋服、パンツはかせた。大好きなところなのにな。どうしたかな。どうやって着せるんだろう、これ。着せるの難しいね。着せるの難しくない？これ。着せられた。ほら見えた。暗いね、ごめんね。こんなだよ。私可愛いでしょ。あ、そうだ、チュパチュパする哺乳瓶が出ないんだね。可愛いでしょ。あ、そう、ピアスね。ピアスと靴、靴履かせ。全部やっても開かないよ。おかしいね。おかしい。今年大吉なんだけど。あ、でもそこが運がいいかもしれない。これ埋めてかなきゃ。逆転の発想。逆転の発想だ。昨日も紙が見つかんなくてさ、実はアンジュちゃんの紙をさ。ちょっと、まあそういう時もあるよね。ピアス、キラキラ、ライトが当たるとキラキラ。ピアスを今するね。ピアスはどうするんだろう。このピアスの押し込むのが難しいね。ピアスの埋め込むの難しいな。アンジちゃんよくできたな。ベイビー見たらボスベイビーもこんな感じで、今お目目が大きいのが流行りだね。羨ましいね。開かないって、哺乳瓶が。宝に連絡だ。これ YouTube 載せていいかな。でもそういうこともあるよってことでね。ピアスも難しい。みんな上手だな。なんか
グテグテでごめんね。まあ休みだからね、ゆっくりのんびり行こう。よマジ難しい、ピアスもハマるの。うん、よいしょ、うっ、片方取れる。うん、ブラシ行こう。こんな感じかな。うっ、というのわけでこんな感じです。うまく変わらないね。可愛い子ちゃんがいっぱいいるので、みんな LOL 楽しんでね。開かないよね本当はね。あのバッグになってんの、あれが、あれバッグ見せてか、アンジュバッグ持ってきて。しょうがない、ごめんね。取りに行って。本当はね、こう哺乳瓶っていうものがあるんですよ。あ、じゃあそれ持ってこよう。それね。それでね、なんとね、これ今から登場するよ。お茶でも飲むか。本当ハプニング多いよね。でも。ライブにこだわるマリコチャンネル。見せて。え、なんだ、もう一個のあれ持ってきたんじゃないんだ。持ってきてこれ。いいか、持ってくる、持ってきて。これがね、本当入ってるんですよ。でもね、ここがこの印をしてるんだけど開かないのよ。そういうこともあるんだよ。で、あ、これで12種類あるんですよ、 LOL。 マジじゃ当たったな。これ笑えるでしょ。そして私が今日当たったのがこれ。ザ・ピーナッツ、狛犬、双子。面白すぎるよね。12分の1の確率で我が家に2人やってきた。 LOL LOL。 でも 2つも可愛いね。開けてあげるから貸して。開かないんだよ。こんな感じでイヤリングとか。あ、でもシリス開かない。あ、それでね、どっちがどっちか分かんなくて、あ、アンジこうやってちゃんとね、あのイヤリングできるんだけど、私のなんかねはまらないんだよね。これも登場させていいの。ああ、でこの間ね、吉祥寺だっけ。かわいいでしょこれ。アンジちゃんすごい、あのこの LOL ちゃんがね一番欲しいとか言って当たったんだよね。このバッグ、こんなペーパーミントグリーン、かわいいよね。こんなみんなまた見せるよね。こんな感じなの。こういう感じでこうハマるわけ。かっこいいよね、ステージみたいでね。
テレレンテレレンテレレンテレテレレン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 。私の LOL ちゃん、名前は分かりません。こんな感じで。分かるー。テレレン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 。これ何の音楽なんだ。かわいいでしょ。みんなも買ってみてね。ちょっとライトがグローくってきたかも。あれ、今度お兄ちゃん帰ってきた。じゃあまた見てね。高評価ボタンとチャンネル登録よろしくね。今日はグダグダでごめんね。また頑張るぜ。バイバイ。